こんにちは。今日は H&M 購入品紹介をします。 H&M では3万5000円ぐらい3万6000円ぐらい購入しました。では早速いきます。もう着てるんですけど、まずトップス、キラキラのこのリボンちゃんがどっか向いちゃうのラインストーンリボンカーディガン、これはセールになってて2449円でした。で M サイズカーディガン、ここにねボタンが2つついてます。可愛くない？このリボンがさ可愛いなと思って。でもニットだからちょっともうこれからの季節暑いかもしれないんで、まあ、だからセールなのかもしれないけど、ちょっともうそろそろ着れなくなっちゃうかなっていう感じの商品、まあ、来年とかに着れるから。可愛いこのリボン、キラキラじゃない？超キラキラしてんの。ほんでパンツがちょっと似たようなやつ2個買ったんだけど、とりあえずまずこっち、テーパードパンツ1999円34です。でなんかね、長さかな、なんかちょっと物足りない、なんだろう、何が違うんだろうって感じ、なんか似合わないんです私にはでも1999円だからめっちゃいいかなと思ったんだけど、生地はねとっても薄め、夏に向けての生地なのかな。でもう一個似てるパンツを買ったので、ちょっとパンツを変えてきます。じゃじゃーん、2つ目のパンツこれなんだけど、ワイドパンツ、これも1999円、サイズは32です。でウエストはとてもちょうどよくていいんだけど、ちょっと緩いかなぐらいなんだけど、丈がやっぱり短い、このツンツルテン感が出ちゃうんだよね。ちょっと映ってないかもしれないんだけど、で生地もさっきと同じ感じ、さっきのパンツと同じ感じで結構薄い、薄め。丈がね長かったら超いいんだけど、って感じ。身長、高身長じゃなければちょうどいいかも。次、じゃじゃーん、カーディガン、これはもうね今の季節もう暑くて着れないかもこれはフラッフィーカーディガン、これもセールされてて2499円です。私は M サイズ買いました。このモケモケちゃん、すごいモケモケちゃん、結構抜けちゃうのかな。なんかさパンツにめっちゃつくやつあるじゃん。でも可愛い。ボタンはこういう感じ。なんか違う？ここだけ違うんだ。2つ目のボタンだけ違う感じ。M サイズにしたからちょっと丈が長いかな。クロップドとかではない。普通に腰までくる感じです。可愛いんだけど。ただもうあったかくなってきちゃってるんで、でもアウターなしでこれだけとかで着るのかな。ただ素材がねモケモケしてるから冬っぽいかわいいね、これいい感じ。次、はい、じゃじゃん、ポップスです。でも待って、衝撃的、思ってた素材と全然違う。スクエアネックジャージートップス、もっとさ普通のさ素材かと思ったのね。普通にさ形かわいいじゃん、スクエアでトップスとしてめっちゃいいなと思って買ったんだけど、水着っぽい感じの素材だった。全然違ってびっくりした。え、形めっちゃ可愛いよね。どう？こういうスクエアって好きなんだよね私。結構 S サイズなんだけど少しブカブカする、こういうところが。もう少しピタッと着れた方が可愛いかなって思うけど、まあ十分可愛いか、夏って感じ。また素材を見てなかった私があれですね形はとてもお気に入りです。次、カーディガンなんだけど、ちょっとこの上に着ちゃうね。これも夏とても使えるかなと思って、海とか基本海ベース海ベースで考えちゃう洋服、夏服こんな感じでございます。よくない？まあ、中は白い方が可愛いかもしれないけど、こちらはね襟付きホールニットカーディガン、こちらもセールされてて1799円でした。 M サイズです。かわいい、これにショーパンとかね絶対かわいいよね。こういうのなんか好きで結構買っちゃうんだよね何個も持ってる気がする、こういう似たようなやつで襟付きってことで、こういう襟がついてます。でここは結んでやる感じ、多分結ばないでこういう風にも着られる。かわいい、セールされてるから買っちゃった。セールっていいよね。ちょっとねそこまですっごい薄くないから、少し生地がしっかりしてるから、真夏に着たら暑いかもしれない逆に。でも私は夏に着たい、
こういう編み編みだとさ、日焼けした時が変な編み編み焼けになりそう。はい、次。はい、じゃじゃじゃーん。続きまして、このトップスです。ずっとトップス続きだね。襟付きカーディガン、こちらもセールされてて1549円、 M サイズ買いました。可愛いでしょこれ。どうですか、1500円だよ。かわよ。私夏に着ようと思ったんだけど、生地が分厚めだからちょっと暑いかもしれない。でも半袖だから夏だよね。春か、真夏はちょっと暑いね。あのね、すっごいしっかりしてるの生地が。でボタンちゃんがこういう風についてて、これは飾りだね、ポッケにはなってない。かわいい。この短すぎても嫌だなと思って M にした。そしたらちょうどいい、おへそくらいかな。からハイウエストと着たりとかしたらかわいいね。いいね、これは正解。これはってか、これもトップスいつもいい感じなんだよな。パンツがね短かったりして問題あるけど、かわいい。次、はい、ちゃんちゃかちゃん。続きましてもトップスです。シャーリングトップス2999円。なんかここの形がちょっと気に食わないんだけど、これ合ってんのかな。普通に U の字っていうか、なんか形がね、ここしよね、丸い U じゃないんだけど、 M サイズです。 S でよかったかも。これちょっと大きいかな。どう、でもほんと何にでも使えるなと思って夏買ったんだけど、形とかはすごく可愛い。この黒いパンツには合わしちゃってるけど、デニムパンツとかの方が可愛いかもしれない。で S サイズにちょっと交換したいなって感じかな。ちょっとここはがっつり空いてるから、中にチューブトップ、今チューブトップ着てんだけど、チューブトップ着たりとかした方がいいかもしれないです。こうやってピタッとした方が可愛いよね。ね、今ならちょっとボーンってしちゃうんで、ぴったり系でサイズで買った方が可愛いかも。これは次、ワンピース最後。じゃんじゃかじゃーん。リネンブレンドミディワンピース3999円、 S サイズ。あー、かわいい。これもまた夏に着ていきたいワンピース。かわいい。ここにあのゴムが入ってますね。丈もね、すっごいロングっていうよりかは膝下ぐらいで、結構生地は薄めです。サラサラとした感じ、サラサラっていうか素材はサラサラしてんじゃないんだけど、結構薄めの素材。かわいい。夏いっぱい着よう。夏といえばのバッグも買ったの。じゃん、かわいくない？これがね、刺繍ストローショッパー2499円。こういう感じで。めっちゃ夏コーデ。かわいい。この中に、まあ、カメラ入れたり日焼け止め入れたりっていう感じ。このバッグめっちゃかわいい。よくね。はい、かわいいね。これいい感じで、あとはまあなんか小物系、カチューシャとか、あとはリボンのゴム、ヘアゴムとか、そういうちょっと、あと最後に靴。マジかわいい。これもほんと夏って感じなんだけど、じゃーん、サンダル、編み込みサンダル4999円、38のサイズです。かわいい。これもね、夏たくさん愛用できると思う。でこういうサンダル系は本当に履きやすくて何でも合うので買いました。以上です。以上が H&M の購入品紹介です。とこれでまた本当に夏も楽しみになってきました。では終わりたいと思います。バイバーイ、またねー。